はい。静かに介の仮想通貨予報です。えっ、ー、と、いつものようにビットコインのチャートをご覧いただいてます。で、ビットフライヤー、現物の、えー、チャートになってます。冷やしベースでですね。で、一目金公表とともに脱資し,しております。で、その前にすいません。えっ、ー、と、LINE の登録はどこからやるんだっていう <laughs> 質問をいくつか受けましたんで、で、今、お出ししてます。で、事務所、あの, you のコ、YouTube のコメント欄とか、下の方に あの、詳細欄というか情報欄に事務所ブログってのが書いてあるんですがそこから飛びます。で、今事務所のブログをししお出ししておりますんで、スマホ持ってる方はここ QR コードを読み取っていただければ、あの、事務所の LINE アカウント に登録でできると思いますんで何か質問等々あればこちらから頂い,いても結構ですし、えー、YouTube に直接あのコメント欄に書いていただいても結構ですんで、えー、いただければなというところですで冷やしに戻りますであのここ最近の流れからするとこの右下に降りてきている線このレジスタンスラインがちょっと重たくなって しているんじゃないかというところをお話ししておりましたで今日もやっぱりここを抜けられなかったねっていうような形になってます今は7月10日明けて10日ですね火曜日になってます、えー、じ夜中12時過ぎです <laughs> であのー、9時でこの日足が 次の日に行くわけなんですが、まあ、一応今日の段階、今の段階ではまだ、えー、このレジスタンスライン、上抜けできずに今日を終をえそうな雰囲気でありますで、これがしばらく続いていくと、えー、ここの厚い抵抗体、雲がありますので、それと相まってです、ね、それと並行して、雲の加減と、えー、ほぼほぼ同じ位置で平行して降りてきますので、相当、上根が重たくなってしまう可能性があるというところはちょっと危惧するところでありますという、えー、状況はまだ続いています。 1>, 1時間足ご覧いただきますが、1時間足の方では、えー、比較的、うんまあ、あのやっぱりご覧いただいたと、いくと何度か、えー、レジスタンス上抜けトライしているんだけども、跳ね返されてしまっているっていうような状況が続きつつ、で下の抵抗体にタッチすれば、それはそれで跳ね返されて、今ここっていうところですね。えー、まさに今ここ。で そうは言いながら、1時間足ベースでは、もうこの隙間がなくなってきますから、この後どうなるのって話なんですね。で、時間が続いていけば、いくほどあの隙間がなくなってきます。まあ、ここのところ、うろちょろするのか、どうなのかっていうことですよね。ってなると、ちょっと、うん、抵抗体突入みたいなことが。 可能性があるかなという気ももしななないなといででところです、まあ、うまくどっかでねあのこうなってしまえばいいんですがこうなってしまったらこうなったあのこのレジスタンスラインを上抜けたら上抜けたでそうは言いながら、えー、厚い雲が待ってるよって話なんですね。 っていうのがビットコインとしてちょっと気になるところであります。そして、えー、問題のリップルですね。えー、ご覧いただきましょう。ちょっと大きくしますが、えー、どうもやらこのレジスタンスラインをようやく上抜けそうだと、まあ、長らく続いてきた、えー、このレジスタンスラインをですね、まあ、何度か跳ね返されつつ、えー、このままの価格帯で推移していければ上抜けそうなんじゃないかというところですが、えー 先ほど言った通りビットコインの動きにつられて動くっていうところをちょっと加味すると、えー、ビットコイン上値がやや重たそうだで、うん、どうでしょうねちょっと緩やかに下がっていくようなことになればリップルも同じような形で下がっていくでそれに合わせてこの <laughs> ちょうどこのレジスタンスラインに跳ね返されるような形の下落みたいなところもあるかもしれない。 ですけどね、まあ、ただ、あのー、ここを抜けてしまいすればしばらくは何もないここ結構空間ありますから、まあ、なんとかやっていけるんじゃないかみたいなところですね。 でちなみにリップルは、えー、とビットバンクの現物チャートを使ってます。で、今1時間足にしております。で、1時間足にすると、あしっかり抜けた感じになってきましたねっていうところを見ていただけるかと思います。レ、えー、ジスタンスね、こっちの方にヒューッと下がっていく中でですね、えー、今度はあの抵抗体がしっかりサポートしてくれてるなっていうのがここ,ここ数時間の動きであります。まあ何度か、えー、上限から雲に差し掛かって、また跳ね返ってということで上限で えー、推移という形。ここのサポートは結構力強いかなというのが、この先数時間も期待したいところですね。で、ネムに関しては、ちょっとこの辺、あのー、一目均衡表の線と、あのー、移動平均線の何線を全部 <laughs>、残したまま全部出しちゃってますんで、ごちゃごちゃっとしてます。で、ごちゃごちゃっとしている分、えー、持ち合っちゃってますっていうところに来ております。で、 このちょっとレジスタンスラインが正しいのかどうかまだはっきりしないんですけどね。えー、一応こういうか、もうちょっと角度急ですかね。こんな形で、ひょっとしたらこういうレジスタンスが効いてるかもしれない。もしくは、あの、あんまりヒゲは気にせずに、こういうぐらいの、ひょっとしたら、あの、レジスタンスみたいなことが意識されてるのかもしれないんですけれども。まあ、一応ちょっとこうしておきますが、 まいずれにしよちょっとこれが意識されているようだと、上値重たい感じになっちゃうので、それ、ここのレジスタンスライン抜けたとしても、すぐもう、厚い抵抗体があるよっていうのが、まあ、ビットコインほどここがね、くっついてるわけじゃないんですが、えー、レジスタンスラインでのこの上値の重さと、 一目均衡表の底抗体の上根の重さみたいなのがダブルパンチできているよっていうのが、えー、ネムも同様なところですねでそれも意識されてあとこの辺の線のごちゃごちゃっとした感じ、えー、もう相まって持ち合いが続いているネムですで1時間足をご覧いただきますとちょっとこらえきれずに手交体下抜けてしまいましたそあんまりやっぱり なん何、ねここまあ、とかこの,このギリギリの厚さで耐えていたんですが薄くなった段階で下に抜けてしまいました、えーまあ、しょうがないですねあんまり1時間足でちょっと耐えられるような抵抗体ではしばらくなかったですから、えー、下に離れてしまったでただその先も薄めの抵抗体ですので、まあ、上,上に行くチャンスがないわけじゃないなっていうところだと思います。 あちなみにネムは財布の現物のチャートを使っておりますので、はい、でまあ冷やしに戻しましたがネムはちょっと判断が難しいところだと思いますちょっと今エントリーどっちかまあロングでもショートでもどっちでもできるって言われても何とも言い難いですよねちょっと持ち合い離れた方につきたいなっていう感じではありますが下値がじゃあ 何かサポートがあるのかというとなんかあんまりそんな感じでもない、まあ、こうサポートライン引いてあげてもいいのかもしれないですけどなんかそれがこうすごく根拠があるサポートラインなのかって言われるとなんか別にって感じですしなんかね別にって感じですよねだったりしますんで何か支えてくれるものがないでも上値は重そうっていうところがちょっと嫌なところなんですよね というところで、7月10日夜中1時前の <laughs> 3通貨について見てまいりました。